自民党の選挙対策委員長に抜擢された小渕優子衆院議員。派閥の会合では笑顔も見せていましたが、部屋を出ると報道陣に囲まれ険しい表情に。小渕氏をめぐって今日発売の週刊文春が、小渕氏の関係政治団体が2015年からの7年間で1400万円以上を親族のファミリー企業に支出していたなどと報じました。親族企業といいますけれども、それはきちんとした形で法に全く反することではなくやらせていただいています。道義的な責任についてどうか。全くないと思っています。小渕氏は今日記者団に対し、法に反することは全くしていないと説明しました。本格始動した岸田新内閣、新たに就任した大臣が前大臣との引き継ぎ式に臨みました。農水大臣で初入閣した宮下一郎新大臣が引き継ぎを受けたのは、汚染水のその後の評価等について、福島第一原発の処理水を汚染水と発言、さらに謝罪も紙を読んでいると批判された野村哲郎前大臣です。就任会見に臨んだ宮下新大臣。はい、事務方のサポートを受けながら紙をめくる場面も見られました。71歳で復興大臣として念願の初入閣を果たした土屋品子新大臣、書類に署名を求められると、いつも使ってるのが一番筆ペンなんですけどね、これね。カバンから取り出したのはマイ筆ペン。渡辺前大臣との引き継ぎ式でその達筆ぶりを披露しました。素晴らしい。お互いに、はい。復興大臣としての目標について、復興とともに精神的なケアと健康ということに対して私は一生懸命やりたいなと。一方で被災地岩手に行ったことがあるか聞かれると、震災の後じゃなくてその前には旅行に行っていると思います。はい、スキーです。スキーが大好きなんです。はい、ですからスキー場には行っております。第2次岸田再改造内閣の発足から一夜明け、初入閣した新大臣は慌ただしい一日を迎えました。困ったような表情で深く頭を下げた自見英子地方創生大臣。初登庁を出迎えた職員に15回以上頭を下げていました。そして白いスーツで初登庁したのは加藤鮎子子ども政策大臣です。就任会見では緊張からか言い間違える場面が相次ぎました。本当に喫緊で、近々つい最近でございますが、44歳での初入閣を果たした加藤鮎子子ども政策大臣。ここに行った方がいいですか？お出迎え、あ、ここで大丈夫ですか？初入閣ということもあってか、そわそわした様子。小倉前大臣、後藤前大臣との引き継ぎ式では、書類への署名を無事済ますことができましたが、就任会見では。子どもを取り巻く状況は、虐待などの相談件数が増加するなど深刻を極めております。また昨今の少子化の進行は危機的な状況でございまして、まだ不慣れな様子も。新たな布陣で多くの課題に臨む岸田総理。明日は今日よりも良くなると誰もが感じられるような国を目指して政策を進めていきたいと
思っています。対する野党は、今回の岸田総理の内閣改造から見たですね、解散総選挙の可能性というのは高まっていると。新内閣の最初の山場となる臨時国会は来月中旬に召集することが検討されています。